今日のエンタメニュース一覧はこちら。どれも見逃せない最新情報、どこよりも早く映像でお届け。女優の多部未華子さんと綾野剛さんが5日映画ピースオブケーク初日舞台挨拶に出席。 MC から改めて演じてみてどうでしたかと問われた多部さんですが、はい、そうですね、質問聞いてた。いや、演じてみて、演じてみてどうでしたか、したかっていう質問、はい、そうだね、どうでしたかね、どうでしたか。すごい共感できるとこ多かったって言ってましたよね。共感できるところが多かったので、はい、あれなんか綾野さんに必死にフォローされてますけど、声がちっちゃいし。まだ多分眠いんだと思うんだよね。ちょっとまだ寝てるでしょ。ちょっと寝てるんだよ、ね、大丈夫、ぼーっとはしてるけど大丈夫。そういうの眠いっぼーっとしてんじゃん。初日初日モデルで女優の七尾さんがミニストップベルギーチョコプリンパフェ新 CM キャラクターに起用され発表会に出席。 CM で女王様を演じた七尾さん、やっぱり私はこういうのを求められているんだと苦笑しつつも、もしかしたら私が一番輝ける場所かもしれないと嬉しそうに語っていました。気が強いエスキャラを演じることが多い七尾さん、今回もスイーツに一切の妥協を許さない気高きソフトクイーンを公演しています。京都国際映画祭2015のプログラム発表会見が7日に行われました。この映画祭では又吉直樹×文学の世界と題して、芥川賞作家となったピース又吉直樹さんの関連作品を京都の青岩寺にて展示することに。相方の綾部裕二さんは会見冒頭に、今日は芥川賞を受賞した先生の講演会ですとすっかりおなじみとなったネタでつかみはバッチリ。ところが又吉さんの企画が発表されると、改めて格差を感じてしまいましたとポツリとつぶやいていました。綾部さんファイト。歌手で俳優の松崎しげるさんが6日自身のデビュー45周年を記念した音楽イベントを開催。若手からベテランまで様々なジャンルのアーティスト15組をゲストに迎え、約6000人の観衆を魅了しました。終盤のステージを盛り上げたのは、いつもとは異なり黒い衣装に身を包んだ桃色クローバー Z。 その他にも俳優の西田敏行さんと共に、もしもピアノが弾けたならを披露したほか、懐かしのテレビ番組ハッスル銀座で話題となった即興ソングコーナーを再現するなど、幅広いファン層に向けた内容で盛り上げました。ダチョウ倶楽部が7日ソフトバンクの記者発表会に出席。上島竜兵さんがたっぷりキスをされる一幕がありました。あらら、キスどころの話じゃないですね。お父さん犬は結構積極的なんですね。以上、今日の芸能ニュースでした。また明日。